こんにちは、たつくりです。今回は折り紙でろうそくを作っていきます。これがろうそくの本体で折り紙1枚で作れます。これはペンで顔を描いて手と足をつけて火のところに小さく切った黄色い折り紙を貼りました。他にも可愛い折り紙の作品をたくさん紹介しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。インスタもやっているので、インスタのフォローもよろしくお願いします。とても可愛いので、クリスマスの飾り付けにぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。まず本体から作っていきます。裏返して上下と左右に角が来るように置きます。対角の角を合わせて折り筋をつけます。裏返します。上の角を中心に合わせて折り筋をつけます。上の角を折り筋に合わせて折ります。裏返します。左右の上の端を折り筋に合わせて折ります。ここまで折れたら、すべて戻します。折り筋に沿って折りたたみます。上は四角くなるように折りたたみます。上の四角の左右の角で後ろへ折ります。この時に手前の四角は折らないようにします。上の斜めの端を縁に合わせて折ります。この四角の中から折ります。下の角を中心に合わせて折ります。三角の左端を下に合わせて折ります。
上の角を下の境目に合わせております。今折った角を上から少し出るように折ります。裏返します。下の端を上のくぼみに合わせて折ります。裏返します。左右の斜めの端を上の端に合わせて折ります。右上の角を四角の左の角に合わせて折ります。今折った部分の上から出た部分を折ります。左側も同じように、左上の角を四角の右の角に合わせて折ります。上から出た部分を中に押し込むように後ろへ折ります。上の四角の左右の角をほんの少し折ります。裏返したら、これでろうそくの本体の完成です。火の部分に小さく切った折り紙を貼ると、よりろうそくっぽくなります。1cm×1cm に切った折り紙の左右の角をほんの少し後ろへ折ります。これを火の部分に糊をつけて貼ります。より可愛くしたい場合は、顔を描いてもいいと思います。手や足をつける場合は、7.5cm を4分の1に切った折り紙を4枚用意します。大体でいいので、三つ折りにします。
糊をつけて貼ります。同じものを全部で4つ作ります。まずは手を作ります。左右の上の角をほんの少し折ります。裏返したらこれで1つ完成です。同じものをもう1つ作ります。次は足を作ります。左下の角を右上の角に合わせております。もう一つは左右逆に折ります。手前の左右の角をほんの少し後ろへ折ります。もう一つも同じように折ります。これで足の完成です。ろうそくに手と足を糊でつけます。裏の真ん中が浮いてくるので、糊付けします。これでろうそくの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。